このような立体的な星を作っていきます。わかりやすいように5色の折り紙を使って折っていこうと思います。1つのパーツがこういうパーツなんですが、同じものを5つ作って組み立てていきます。では作り方の説明をします。白い方を上にして折ります。三角に半分に折ります。開き、真ん中の折り線に向かってこのように折ります。反対側も折ります。一度この形にしてギュッと折ってください。開き、今度はこちら側をこのように折ります。反対側も折ります。で、一度また閉じてギュッと折ります。きれいに折るポイントはここの端をきちっと折ってください。そしてこちらが下になるように置き、裏側を向けます。そして半分に折ります。ギュッと折ります。そして一度このように持ち上げ、こういう感じで折るんですけども、ここがこのように分厚くなっているので、ちょっとこう折り筋をつけて、こういう感じで、こちら側は折らない、一緒に折らないで、こちら側は残して、このように折るんですけども、その時のポイントとしては、ここを指で、こうつまむ感じでキュッキュッとすることと、ここの頂点が、この真ん中の線上に必ず来ること、それと、ここがくちゃっとならないように指で、こういう感じで、すること。この3つがポイントになります。ここをつまみながら軽く折っていき、ここがこの点がこの線上に来るように支え折っていきます。裏こういう感じです。で、場所が決まったら潰します。ギュッとギュッと潰します。これですね。そして次なのですが、ここ指をこう入れてこう開きます。開いて、今度はここに指を入れてて、こちら側に倒します。もう一度します。この状態から、この線に、真ん中の線に合わせて倒して、ここに指を入れ、今度こちら側に倒します。そうするとこのような形になるんですけども、倒します。この角をきれいに折るようにしてください。で、まだふんわりした状態で置いてください。そして、この中を見ると、ここにこのつまみみたいなのがあるので、これを引き出してください。こうですね。こちら側もつまみみたいな部分があるので、これをつまんで引き出してください。そしてこの状態になったら
ここをギュッとします。これで一つのパーツが完成です。これをあと4つ折って全部で5個にしてください。つなげていきます。この部分、このつまみで引き出した部分にのり付けをしてつないでいきます。このつまみ出した部分にのり付けをして5つつないでいきます。水のりが私は一番塗りやすいと思います。それはここの細いところが水のりだと自由自在に塗れるからです。テープのりはこの細かいところ、細いところがなかなかうまくつかないので向いていないと思います。では塗っていきます。全体的に塗らなくてもこの筋、真ん中の線に近いところがちゃんとくっついていたら大丈夫です。なるべくこの真ん中の線からこちら側にはみ出さないように注意してください。で、大事なのはこの先とこの下の先の部分にちゃんとのりがつくようにしてください。ヘラとかこのように指でこう伸ばすときれいにつくと思います。おしぼいてそのたびに指を拭いてください。裏側も塗ります。で、塗ったらこの次の引き出した部分のない方のここにこのようにはめていきます。注意する部分はこの線、筋に合わせてつけることです。ちょっとつけすぎてしまったようでしたら軽くこう拭き取ってください。そしてギュッギュッと押さえます。水のりの良いところは、例えば少しずれてしまっても柔らかいので乾燥してしまう前は直すことが簡単にできます。難点なところは乾くまでに少し時間がかかるので、のり付けをした後少し時間を置いた方がいいと思います。で、次に行きます。次のこの引き出した部分にのりをつけていきます。ポイントはこの下の部分と上の部分の先のところをちゃんとのりがつくようにすることです。それと真ん中の線からはみ出ないようにしてください。次の色のこちらの部分にこのようにつないでいきます。この線が合うようにこう押さえながら、こっちへ押さえながら、最後はきちんとギュッと押さえてください。で、少し待って乾いてから次に塗るようにしてください。
最後は特にひねりますので十分に乾かしてから進んでください。最後のこの一番下の部分が縫いにくいので十分注意して縫ってください。そして縫い終わったらこの最初のパーツのこの中にこうちょっとひねり入れる感じで挟みます。やりにくいので頑張ってください。ちょっとなみなみってなります。まっすぐならないので、これで大丈夫です。最後の仕上げは少し引っ張りますので、これも十分乾いてから作業を行ってください。乾きましたら、これを今ペラペラなので、立体にふわっとさせます。この部分、色の境目の部分っていうのはのり付けしたところなので引っ張ると取れてしまう可能性があります。なのでこの同じ色の間、この V みたいになっているところの間と裏側の間をこうちょっと引っ張る感じで別の部分も引っ張る感じで、その中に空気が入るので、この V のここと同じこの横裏の一つ横の部分、こういう感じで持って軽く引っ張ります。そうするとこの真ん中に空気が入りますので。空気が入った感覚があったら、こういう感じで押さえてください。ここを引っ張るときにあまり引っ張りすぎると、のり付けした部分が外れてしまうので注意してください。形を整えます。これで立体な星の完成です。この動画では水のりをおすすめしましたが、スティックのりのような固形ののりでも簡単につなげることができます。ただし固形のりよりもやはり水のりの方が真ん中の最後の部分の隅々まで塗ることが可能なので、最後は水のりを使うとかいろいろ工夫をしてうまくつなげてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。